ないですか。こんばんは。昨日からスティームメール取りましただって。ああ嬉しい。ありがとうございます。おお嬉しい。最近ショールームも来てくださってますよね。ありがとうございます。嬉しい。何かが違う。へい。今日はですね。今日はですね、iPad から配信してるんですよ。やばい、やばい、コンタクトがやばい。あーちゃんハートありがとう。なんですよね。放課後ホームルーム一部当選しましたって、おめでとうございます。楽しみましょうね、9日か。そうなんです、フリダムさん肉まんありがとう。 iPad で今日はちょっとやってみてます。でなんかやっぱ iPad だと映った時に自分の顔がなんか違く見えるんですよね。だから皆さんからも放課後ホームルーム2部行けますってありがとう。直太郎さんハートありがとうございます。だからなんか写り違うのかなと思って、どうなんだろう。あんちゃんこんばんは、だってこんばんは。ヤスベイさん肉まんありがとう。えいひろさんアイスありがとう。直太郎さんハート100個ありがとうございます。いつもと変わらず可愛いよ。やったよ。やったベイさん肉まんピザマンありがとう。私もホームルームいつも当選しました。だっておめでとう。楽しみましょう。皆さんちょっとドライブのことで聞きたいことがあるんです。ヤスベイさんだるまありがとうございます。これ見て顔がめっちゃ白くないですか。50あやぱんありがとう。7000シデさんもありがとう。ハートめっちゃ光ってるんだけど、白飛び。そうなんです、髪の毛すいたんですよ今ね。こんだけしかない、見て、量がこんだけしかないんです。7000シドさんハート100個ありがとうございます。トノさんもハートありがとね。当選した？放課後なんとか、放課後ホームルームですかありがとう。白いでしょ。そうめっちゃ少なくなったんですよ本当に。もうこんだけしかないの、こんだけ髪の量が。久しぶりに来たよ、だって。おこんばんは。わかる？じゃーん。だから昨日とかもめっちゃあれドライヤーするのがめっちゃね楽だった。楽だった。だから嬉しい。あとはちょこっとだけ長さをちょこっとだけ整えたんですけど、そう今日の服かわいいだって。ありがとう。ブラウスじゃん。これは新しく頼んだ毛布です。これね、去年前の冬もこんな感じの使ってたんですけど、行方不明になってしまってで新しく頼みました。めっちゃあったかいんですよこれ。これがメールで言ってた最強のブランケットです。
もうこれを一番下に引いて寝てますそう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 、メールで言ってたやつ。え、コラボチーズカレーまん、え、もう絶対美味しいじゃん。それ食べたんですか？絶対美味しいじゃん。そう、行方不明になってしまってね、どこやったんだろうって思って頼みました。500円だったのでじゃいました。安いでしょ。そうなの。え、なんかさ、 iPad でするとさ、めっちゃでかい画面が、遠くに行っても全然見えます。いいね、 iPad でするのも。やっほー、パンちゃんこんばんは。だってこんばんは。そう、ちょっと今日はちょっとドライブのことをちょっと話したいというか、皆さんに聞きたいなって思って思ってるんですけど、いいですか？ちょっと書く、テロップに。あのドーナツ屋さんってミスド？そう！今日からさ、なんとなんとチョコシリーズがさ出るみたいなんですよ。私はもうあれめっちゃ好きなんです。ダブルチョコラが一番好きなんですよ。あ、でも一番好きなのはなんか黄色いやつがついてるやつ、だからチョコレートのやつが好きなんだけど、ポンデリングも好きだけどチョコのやつが一番好きなんですよ。食べたい、めっちゃ。私あれなんか前ってさ、黄色いつぶつぶがついてるやつ、前ってさレギュラーメニューじゃなかったでしたっけ、チョコのポンデリング。私あれめっちゃ好きでさ、絶対あれを買ってたんですよ、行ったら。そうだから、もうめちゃめちゃ食べたい。めっちゃ美味しいんですよ。皆さんぜひ買ってみてください。なんかね、ダブルチョコレート、上にチョコレートがかかってて、生地もチョコなんですよ。そう、ぜひ皆さん頼んでみてくださいな。行ったら明日、今日から販売らしいので。そう、ポンデリング、そう、瀬戸内の甘党娘、そうです。ハニーディップ、チアレター、皆さんありがとう、ありがとうございます。チアレターでね、皆さんに聞きたいことがあって、どうやったら星9のモンスターが出ますかどうやったら星9の、甘党なら負けん、私の方が負けん。新しいファンデーション、あ、そう、もう使ってる。ね、多分画面越しだと全然いつもと変わんないよって感じだと思うんですけど、ね、違うんですよ。やっぱまず今までと白さが違うのと、あとこう触った感じが違うんですよ。そうなの。だけど皆さん見た感じだとそんな変わんないでしょ。だけど自分がね、そう変わったって思うからいいんです。ガワさん、ハートありがとうございます。
もうね、私ねガチャガチャ しまくってるんですよ本当に。してるのにねもう出ないの本当に。どうしてこれ どうしてなんだと思いますか。本当にめちゃくちゃやってるんですよ。だって私昨日だっけ一昨日だっけショールーム終わった後にあのガチャしすぎてその日夢にガチャが出てきたんですよ。本当にガチャめちゃめちゃガチャしてる自分が夢に出てきたんですよ。本当にしたのに全然出ないんですよ。9のモンスターが星9のミシカルドラゴン以外の星9のドラゴンが私は欲しいんですよ。なんかそれをゲットしたらいいらしくて。もうなんでなんで出ないんですか。もうさモンスターがさ溜まりすぎちゃってさ、モンスターボックスにも今ね5000匹ぐらいいるんですよ。そう500個しかダメなのに、500モンスターしかダメなのに今5000モンスターぐらいいて、もう入らないんですよモンスターボックスに。みんなありがとう、チアレター、みんなありがとうございます。え、でしょ、溜めすぎでしょ。え、でもそんぐらい やっても出ないんですよ。ミシカルはサポート回せるってどういうこと？サポートって何？サポートはバトルサポーターですか？違う、ドラゴンサポーターですか？じゃない？ね、できることはねしてるんです。チアレターではあのモンスター星9のモンスターは交換できません。熱くならないでって、いやだってね本当に出ないんですもん。ウォーリー、ウォーリーぐらい、ウォーリーめっちゃ好きだった、懐かしいね。ウォーリー私めっちゃ好きだった。ねえもうどうして、どうしてどうしてどうして。バトルサポーター、あ、バトルサポーターは、あ、入れてます、入れてます。バトルサポーターに。バトルサポーターは入れれるやつだけ。あれ？なんでこれ入ってないの？あ、入れてなかった、このロストってやつ。あれ？入れれないです。え、これって画面見せてもいいんですよね？え、カメラのガチャも出ないよ、カメラ出ないよ私。なんで？え、さっきアンナちゃんチアレターを星9とか、え、嘘、どうやってしたの？250回でチケットと交換。え、そうなの？見せてた？え、私カメラ持ってないんですけど、なんで。あのねガチャ本当にめちゃくちゃやってるんですよ。このレジェンドモンスターっていうやつと、あとこの激レアモンスターと激レア装備と、あとこのカムラとかめっちゃやってるんですよ。なのに出ないの。私100なんだっけ、なんとか100200連ぐらいとかめっちゃやったりしてるんですけど、2万ポイントで交換できる？
2万ポイントで交換できる。え、交換できるの？星9？え、私それ見たけど無理だったよ。なんで？なんで？チケットですか？チケットですか？それはカメラが悪いってなんで？え、どういうこと、どういうこと、え、待って待って待って、皆さんレジェンド、ん、レジェンド、え、どういうこと、どういうことですか。交換でカメラ手に入るの？え、どういうこと、なんで、どこで交換するんですかどこで交換するんですか、これ。え、カメラ、でもカメラってさ、あれでしたっけ、あのミシカルドラゴンでしたっけ、カメラ。私でも超絶強いミシカルドラゴン持ってるんですよこれって自慢することなのかな、わかんないけどあやぱんこんばんは、だってこんばんは。あ、そう、モンスターボックス開けないと交換できないよって。交換できない、そうなんだよ。じゃあ先にモンスターボックスを交換、開けないとダメなってこと？んー、こんばんは鈴木さん、こんばんは。え、あのカムラと、カムラとあのオメガで、どっちがいいですか、組むの。私今、あ、間違えた。私は今こんな感じなんですよ、見える？デッキこんな感じなんですよ。でも私のこのなんとかオメガはもうめちゃめちゃ覚醒とか、あの育成とか、あの昇竜とかめちゃめちゃしまくって、あのほらもうこんなぐるぐる回ってるんですよ。そう、だからめちゃめちゃ私はこのオメガを信頼してるんですよね信頼信用のオメガなんですよね。若干カムラなの？うん、難しいね。あ、オメガそっちの方が強い。あ、そうなんだ。じゃあいいかな。オメガじゃなくて、なんだっけオメガじゃなくてカムラ、カムラ、名前が似ててわかんない。そうなんですよ。カメラ寄りのカメラって何そう、ミシカルドラゴン以外で星9が欲しいんですよ。星9が欲しいんですよ星9が欲しいんですよ。中
川さんハートありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。なあ皆さん難しいですよ。ナッカーさんハートありがとね。こんばんは。こんばんは。皆さんエールもありがとうございます。エール本当にね、私も朝の時点でもう結構あれなんです、もう遅れなくなっちゃってるから、すごい届くんですけど送れないの。送りたいんだけど送れないの。待って結局今 どうしたらいいことになった。とりあえずあのモンスターボックスのモンスターをあの売却しなければいけないっていうことですよね。やばいやばいやばい、見て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 、皆さん見て、これこれはほら同じモンスターばっかりめっちゃあるんだよ。ほらこれ今5めっちゃあるんです。これ全部同じモンスターばっかり、今4774体います。やばいよね。ほら。特別交換所でレジェンド交換チケット持ってたらいろいろ選べるよ。特別交換所で、特別交換所でマーケットですよね。特別交換所で。レジェンド交換チケット、レジェンド交換チケット、レジェンド交換チケットを持ってたらどこで見れるんですか。レジェンド、レジェンド交換チケットどこで見れるの。レジェンド交換チケットってやばすぎって言われた。え、だって本当に皆さんがずっとガチャしてたら出るよって言ったから、本当にずっとガチャしてたんですよ。みつさんハートありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。サラピに片付けてもらうしか意味違った。意味違うよ。メイン画面のお知らせを開いて、メイン画面のお知らせを開いて、メイン画面のお知らせを開く。いや、特別交換所は行けるんですよ。特別交換所はマーケットのここからだよね。じゃん、ほら。こっから。これ？これのこと？これ？レジェンド交換チケットですか？って言ってたっけ？さっきレジェンド交換チケットがあったらいいって言ってた。さこちゃん、さこちゃん、さこちゃん、ガチャのところ。
お、来た ?1 枚あるよ、これ。これを交換所行ったらいいんですか？あ、そういうことか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。おー、本当だ。え、待って、でも私交換できないんです。なぜならモンスターが多いから。ということで、モンスターボックス、え、これってさ1個しかダメなんですか？これってさ1個しかもらえないの？これってどうやったらこのチケットは手に入るんですか？私は4体欲しいんです。9のモンスター、今1個しかないから、今は1個しかないのでどうしたらいいんですか？このチケットが欲しいです。私はレジェンド交換チケット、贅沢すぎんって。いや、でもやっぱ残りの4体を星9にしたらめっちゃいいって言ってたから、チアポイントですか？チアポイントで？レジェンドなんちゃら、レジェンドモンスター。え、そこにはカムラはいません。カムラはいませんでした。待って待って、レジェンドモンスターチケットだっけ。こっち、レジェンドモンスターチケットは多分、待ってください、買えないかな。買えないですね多分。難しいね。多分これですね、交換してるの。私気づかなかったよ。とりあえず、じゃあ分かりました、分かりました。とりあえずモンスターボックスを売却して、その星9のモンスターを手に入れます。でセットして、ちょっと一番あんまり育成してないやつと交換して、入れてモンスター編成して、星9揃えるよりもっとオメガ、え、オメガってもう強化できないんですよ。どうしたらいいんですか？オメガもどうしても強化ができません。どうしたらいいんでしょうか。もう覚醒も育成も進化も昇竜もして、あ、そうそうなんです、星9そう、マックスでね、を強化したんですよ。
あのね、モンスターそうモンスターモンスターモンスターん、これなんて言うんだろう、モンスター装備のあのやつこれです、モンスター装備、これです、これ見えてなかった、これでね、オメガじゃないですか、出てこないんですよ、オメガのやつが出てこないの、魔法の金庫を、あ、2個あるね今、オメガチャーム、この素材から、素材って何ですか、オメガの素材、オメガの素材って何ですか、50カウント終わっただって、ありがとうございます、自分のドライブ育成すると画面バグるんで、バグるんですか、育成したらなんで、なんでなんで育成できないってことですか、マルチオーブ、あ、なんかそれ知ってる、こんばんこじー、こんばんこじー、なんか愛子ちゃんもさ、ショールームでやってたんですか、あのドライブのなんか聞いたりしてたの、マルチオーブでできるんですか、オメガ、うっそー、私さ、マルチオーブってやつさ、何に使うんかなってずっと思ってたんです、え、何かで買えるよね、何かで買えるよね、プレミアムメダルじゃなくてなんだっけ、あ、あれだ、ジェムGさん、ジェムGさんのところですね、あ、違う違う、どこ、こんばんは、あいこちゃんメール活用、あ、そうなんだね、そうなんだね、ちょっと待って、ちょっと待って、どっかで見たんだけどね、どこかわかんないマルチオーブってやつね、どっかで見たのよ、どっかで、どこだっけ、わかんなくなっちゃった、あ、わかったかもしれない多分だけど、皆さんからもらったチアレターで交換できた気がするんだけど、違った違った、どこだっけ、こんばんは、こんばんは、アリーナの交換所、アリーナの交換所、ただいまサイトが大変混み合っております、だってアクセスが集中しており、ページを正しく表示することができませんってなっちゃった、なんで、あ、できたできた、こんばんは、こんばんは、アリーナの交換所ってどうやって行くんですか？
待って、ごめんなさい、本当皆さんに本当聞いてばっかり。ちょっとショールームで皆さんにちょっと教えていただきたいなって思って。アリーナの交換所？あ、ハンターズアリーナのことですね。おお、はい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 。ありました、交換所。戦闘準備の下、戦闘準備の下、え、戦闘準備って何？ん、待って、今何をしてるんでしたっけ。あれ、今何をしてるんだっけ。待って、分かんなくなってきた。え、今私はアリーナに行って何をしてるんでしたっけ。あ、そう、マルチオーブを交換してるんでした。え、待って、今こんな感じなんですけど、今こんな感じなんですけど、こんな感じで今止まってます。もうこれは交換しちゃったやつなのかな。落ち着いてって。はい、落ち着こう。あ、交換所へ。あ、本当だ、あった。あ、ダメだ、0個。これが0個なんです。これが0個だから無理、買えません。この丸いやつ、この丸いやつどこで買えるんだろう。ピエーンピエーン、これどこでもらえるんですか。なんかさ、これさ、どんどんさ、辿ってってたらさ、結局何がしたいのか忘れちゃう。結局このまた丸いやつを探してゲットしたら、結局何がしたかったんだっけってなっちゃう。アリーナで対戦して宝箱から出てくるの。おお、あ、アリーナで勝つともらう。あ、そうなんだ。あれ、でも私結構アリーナしてるんだけどね。知らぬ間に使ってるってやつですか。チアレターでこれ交換できるのかな。アリーナで勝つしかない。待って、すっごい、なんか すっごい真剣になってるね。スクエモンさん、バラありがとうございます。宝箱開けてないのかもしれない、私。分かった、宝箱はどうやって開けるんですか。あ、ここだ。ん、違う、待って、宝箱どうやって開けるんですか。宝箱はどこにあるんですか。このチケットガチャってところ、違うですか。これですか、これ。5秒いるんですか、これ開くのに。
空箱開けますか、だって今すぐ開く。おお、見て出てきた。あ、こういうことなんだね。なるほど、わかりました。皆さんありがとうございます。来た。え、待って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 、今ちょっと何をしてるか分かんなくなってきた。この丸いやつで、丸いやつで、あ、そう、マルチ工具を買うんでした。そうだそうだ、なるほどね、わかった皆さんありがとうございます。私この宝箱をなんかよくわかんなくて、なんかどうするんやろうなってこれ思ってた。ロック中ってなんだろうって思ってたんですよ。なんかついでにコインとかハンターメダルとかもらえるんですね、これ。なんでこれ5秒必要なんだろう。あー、皆さんありがとうございます。うん、よく眠れそう。おお、それでまたアリーナ対戦してたら宝箱もらえるじゃないですか。でまたここに入っていく感じですか。そういう感じですかね。なのかな。今は7個貯まりましたので、買えるかな。買えます。でも10個好きなレジェンドモンスターの、あー、本当だ、本当じゃん、本当じゃん。じゃあちょっと今から交換してみます、マルチオーブ。はい、交換しました。では今からオメガの、え、あ、来た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 、見てください、オメガのも、あの、なんだっけ、モンスターのやつ。じゃあこれを10個もう使っちゃいます。はい、成功。あ、ちょっと上がった。あー、そういうことなんだね。へー、なるほど。うっかりあんこさん、だるま100個ありがとうございます。あー、皆さんありがとうございます、助かりました。とりあえずオメガはこれでやっていけばいいって感じですよね。これとこのモンスターのやつと潜在解放、ああ、はい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 、わかりました。その潜在解放っていうやつは、オメガを潜在解放するにはあれですね、マルチスフィアですね。これも買えるよ、このさっきのやつで。今あと残り4個なので買える。お、ゾノさんハートありがとうございます。え、音ずれてますか。音ずれてる、大丈夫。iPad どうなんですかね、画質はどうですか iPad って。私自分映ってるね、画面ちょっと画質悪いんですよね。さすが買い物上手って、これは絶対そうなるんですよ。それは関係ないです。
なるほど。じゃあ私アリーナたくさんします。アリーナたくさんしてたくさんこれをゲットしたらいいんですね。わかりました。ファンちゃんハローだって。ハロー、こんばんは。ありがとうございます皆さん。でわかりました、わかりました。とりあえずそのオメガをめっちゃそれさせて、あのモンスターボックスを整理して、あの星級のモンスターをゲットするっていう。え、うっそ、腹話術胴体なの。あー、うそ。大丈夫かな。わかりました、皆さんありがとうございます。ありがとうございます、皆さん教えてくださってありがとう。星球どれがいいのって。んー、でも多分どれでも多分同じですよね、あれは。ありがとうございます皆さん、嬉しい、分かった、ありがとう。なんか今日すっごい髪の毛がねボサボサなんですよね。ありがとうございました、本当にありがとう。声が若干遅れてる。あーあー、え、すっごいすっごいわかりました、すっごいすっごいわかりました。すっごくすっごくわかりましたので、え、嘘、一刻同伴になってる。え、パンちゃん髪綺麗だって、ありがとう。なんかさ美容室にさ行ったら髪の毛すごいサラサラになりますよね、なんでか知らないけど。美容室のあの何ハサミとか櫛がいいのかな、皆さんありがとうございました。皆さん、あさって、あさっては完璧ライブです。明日からか、明日から完璧ライブ。美容院すぐ呼ばれたって、今回はね予約して行ったので大丈夫だった。むしろなんかもう待たれてました。うん、こたつ出したって。こたつは持ってません、こたつは持ってません。完璧ライブ、そう完璧ライブね、皆さんに見てもらえるように頑張ります。皆さんに見てもらえるように頑張ります。なんか今日さメールにも書いたんですけど、なんかさ細かい細かなさ、なんだろう、細かい振りとかでもこう目を
くようなパフォーマンスをしてる、そう先輩方とかってさ、すごいなって本当に思って、私もそんな風になりたいなって思ってます。なんかね、やっぱそういうところで目を引けるのってすごいなって思うんですよね。だからなんだろう、どこにいてもあの目立てるような、そう目立てるような人になりたいですね、どこの場所にいても。なんか今日前髪がおかしいね。今日前髪がおかしいよ。うん。星野哲郎さん、ピザマンありがとうございます。ピザマン。ゲスト。そうだね。ミニスタのダンスパート。毎回楽しみにしてます。おー、毎回クオリティ高いから嬉しい。ミニスタ、そうダンスパートね、ドゥルルルルルルルそう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 、何気ない動きがそう違う、そうなんですよ。それを先輩の公演とかを見に行った時にすごい思って、そこがさすがだなって思って、私もなんかそういう風なあのパフォーマンスができる人になりたいなって思うんですよね、すごく。だから皆さんにあの明後日の岸壁ライブは皆さんにたくさん見てもらえるように、そう前回よりもなんか毎回毎回あの E を更新していきたいなって思います。完璧ライブもそうだし、あの配信公演もそうなんですけど、毎回やっぱりですね。うん、美味しそうって何？美味しそうってなんだろう。うちは降りますねって、ありがとう。今日はそっか、今日はあれですね、あのマイカーさんとピンマイカーの公演してますね。今日フーさんの生誕祭。あ、そっかそっか、フーさんの今日は生誕祭。美味しそうなお味噌汁自分で作ったのって、そうですそうです、そう今回はちょっと謎に焼き豆腐を入れてましたそうな、謎にね焼き豆腐を買ってみました。え、普通にめっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです。焼き豆腐でもなんかお味噌汁にさ焼き豆腐ってあんまりなんかイメージなくないですか。だけど、ね、なんとなく、めっちゃなんとなくえ、知ってる、パンフェスタやってるよね。めっちゃ美味しそうだった、行きたい。私を見て感をさらに出していけば、うん、確かにそうですね、私を見て感いいですね。いけないので心の内は振っときます。あ、じゃあ心の内はお願いします。イエーイって振っとって振っとって振っとってください。ごま豆腐最近食べてないね、食べてない、うん、今日はどうだったかな、パセリ。
厚揚げあおとかも美味しいよ。え、そうなの？お味噌汁に入れるんですか？やったことないそれは。でもおえ美味しいの？それ美味しい美味しいのかな。こんばんはこんばんは。最近ねパセリとね連絡してないんですよね。てかパセリにね会ってないんだよね。いつぶりいつあいつぶりいつぶりだろうってくらい全然会ってなくて。そうなのですよ、全然会えてないのです。あやぱんちゃんこんばんは。だってこんばんは。お味噌汁にはサバ缶。うそー。あ、そうだそうだ、ニコ生ぶり、ニコ生ぶりかな。うわ、ごま豆腐、ごま豆腐黒い。綾之助さん、ハート100個ありがとうございます。15日までに200人達成。お、初見さんありがとう。可愛いだと嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。初見さんカモン。カモンね。ねえ、パセリ元気かな？いや、私声高くなる。あ、そう、私声高くなるかも。驚くとき、ってなる。そう、声高めかもしれない。ツーショット1ヶ月ちょっと。そうだね、ツーショットももうすぐだ。楽しみ。お邪魔しますって。こんばんは。この中のホームルーム当たった。おー、止まらんくなったに。おー、やったやったね。すごい、ホームルーム当たったって方結構いるね。楽しみ、楽しみにしときます。皆さん3人でね一緒に楽しくお話ししましょう。もう全然もう超超超自由ですよ。12月13日休み希望出した。嘘、ありがとう、楽しみ。今日パセリ元気だったかな、元気だったかなじゃない、元気かな、元気かな、元気かな。皆さん結構ホームルーム当たってるね。楽しみ。岩壁ライブの次の日だよね。楽しみ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 。こんばんは、こんばんは。そう、俺の誕生日の翌日。お、そうなん、そうなのね。最近池田ちゃんが心配。どうした、どうしたの、なんかあったんですか、ひらちゃん。お、投票第2弾発表されましたか、皆さん見ましたか。もう発表されたの。岩壁ライブからのホームルーム、お、最高じゃないですか。それは最高すぎ。あ、発表されてるね。あ、まだだ、危ない。あ、でも、あ、発表されてますね。ゆうくん、だるまありがとうございます。すごい、だるまって言っちゃった。
ばんは、声が、え、まだ声遅れてますか？嘘、ごめんね。お、お仕事終わった後、お疲れ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 様です。そう、今回はね、衣装の投票ということでね、皆さん楽しみにしといてください。すごく、私はもう見たんですけど、あのね、全部ね、最高、全部最高、どれになっても本当にいい。なんか迷う迷うけど、私はこれがいいなって思いました。あ、私はこれにこれがいいなって。でも全部素敵です。詳しいことは知らないんだけど、ショールームで泣いてたし。あ、そうなの？ゆりにゃまな、あら、そうなの？大丈夫かな？どうしたんだろう？どうしたのかしら。なんかあれだ、あれですかね、もしかしたら舞台のお稽古とか結構大変なのかな。ね、舞台どうなんだろう。ズノさん、ハートありがとうございます。ありがとう。口が硬いから教えてて。嫌です。嫌ですっていうか、これはもう画像だから、あの、見せられない。見せられない、ごめんなさい。完璧いくね。だって待ってます。完璧ライブも楽しみ、めちゃめちゃ。舞台楽しみですね。舞台も楽しみ。舞台はね、私も実はね、オーディション受けたんですよ。舞台オーディション。何でしたっけ？舞台の。そう、セプトさんの、プロデュース公演。今回そう、オーディションだったんですよね。そう、で、私はまあ、そう、ダメだったんですけど。そう、でもなんだろうな。なんかすごい、そう、すごい、なんかいろいろ挑戦してみたいなっていう気持ちはすごくあって、そうそうそうなんですよ。なんかもう多分動画に出てたと思うんですけど、なんかあのオーディションあったんじゃないけど、そうなんです。だけど、こう、なんか、なんだろう、自分の一つ、なんか、なんだろう、これもまたバネになったというか、これを、なんだろう、バネにまた頑張りたいなというか。そう、なんかまたね、こういう機会というかあったらいいなって思うし、ね、そうそうなんです。何事も挑戦、なんか本当にさ、今回
本当自分なんか未知の自分をすごい見てみたくて、もう全くさ演技とかそういうの本当に私は全く無縁というかやったことなかったので、でも受けてよかったなってすごい思いました。そうだからすごい楽しみです見るの。え、ほんとじゃん、1時間過ぎてたって。もう皆さんに今日めちゃめちゃさ、めちゃめちゃドライグの話でドライグの話でめっちゃ今日時間経っちゃったね。楽しみです、とてもとても。ではランキングを読みたいと思います。皆さんありがとね、教えてくれて。13位ゾノさん、ありがとうございます。12位スマホが一番さん、ありがとうございます。11位田辺さん、ありがとうございます。10位ゆうじろう丸さん、ありがとうございます。9位スプーキーブーギーさん、ありがとうございます。8位クレ星人さん、ありがとうございます。7位ラブリー48さん、ありがとうございます。6位ギルスさん、ありがとうございます。5位マツくんさん、ありがとうございます。4位あやのすけさん、ありがとうございます。3位みつさん、ありがとうございます。2位お金持ち先生、ありがとうございます。1位はあーちゃんです。ありがとうございます。ありがとう、皆さんありがとうございました。すごい教えていただいたりして、今日さちょっとだけ七並べしようかな。七並べ9時から15分だけ、9時から15分だけ七並べします。おちょっとちょっと、うん、え、今日のあやぱなんかすごく良かった。え、ビギナーさんありがとう。なんですごく良かったよって、何がですか。ありがとうございます、やったねやったね。おつぱんちゃん、うん、21時から15分だけします。じゃあね、皆さんありがとうございました、教えてくれて。じゃあまたおやすみなさい。